だったけど、だいぶなんかみんなと仲良くなって楽しかったですけどね。そうだよね。その時は緊張感めっちゃありましたけど、俺最初はやっぱ。嘘。ありました。いやなんか俺はもうケイタと絡んだの覚えてないけど、イメージはさ、その時明治のやつが増えたじゃん。はいはい。まあ良平もそうだしさ、ケイタもそうだし、なんかちょっとあの当時監督のガヤさんいたじゃん。あ、ガヤさんもそうですからね。あ、そうそう、だからガヤさんの、あいつガヤさんのコネで来たやつかっていう目で見せた最初。あ、そうなんですか。っていう目で、ね、僕多分そうじゃないと思うけど。あ、そうそう。ケイタさ一応前線の選手じゃん。はいはいはい。だからあいつ明治か。そんなあったんすか。うん、勝手になんかライバル視じゃないけど。へえ。あいつ使われるなみたいな。いやでもちょっと俺使ってもらえそうな雰囲気最初あったじゃないですか。そうそう、キャンプでだからそのスタメン組入ったり途中からも出たりしてたじゃん、はあはあはあ、練習試合とかさ、はあ、だからやっぱそういう感じかと思って。でも全然ハマんなかったっすね俺。あ、そうだっけ。ハマんなかったっすよ。いや、バンさんはもう全くハマってなかったじゃないですか。いや、もうそれ分かってていたんだからさ、はいはい、いやもう僕も聞いてま、最初その話もまあなんか言ってたじゃないですか。水戸のだからケイタとか来る前の契約更改の時にもう移籍してほしいみたいなこと言われたけど、はいはいはい、このままじゃ終われないよって逆になんか燃えちゃって。ああ、わかりますよ。僕もその経験ありますから。あ、あります、あります。だから頑張ったけど、はいはい、まあまあまあ厳しかった。いや頑張ってましたね。頑張ってたような空回ってたようなって感じじゃん。確かに荒れてましたもんね。荒れてたね。良くない荒れ方してたね。ちょいちょいありましたね。じゃあサバイバルゲームについて話しましょう。え、だからそう、サバイバルゲームを知らない人がいっぱいいるからさ、うんうん、それ説明簡単にすると、前々日にスタメンだけ上がって、うんうん、残り大体10人ぐらい。え、しかもあれ、ね、午前中多分紅白戦してるじゃん。のスタジアムでケーズやって、で、水風に戻って、午後。そうだね。あれ、やばかったね。10人で。残ったね、10人で、5対5だよね、大体ね。そう、5。で、ちょっと狭くして、うん、ミニゲームっていうか、シュートゲーム。で、やったんだけど、で、最初はね、何も意識しなかったね。みんな普通に、うん、あ、残りの練習でしっかりやろうみたいな感じだったんだよね。うん、多分、勝ったチームから全員メンバーに入ったね、確か。え、言ったんじゃないかな、それ。多分。勝った方から選ぶって言ったんじゃないかな、俺の記憶。いや、言ってない、言ってない。言ってないっすか？言ってない、そう。で、しかも、スタメンも11人じゃなくて、確実にメンバー入ってた。13人でしょ？ 14 とかでしょ？そう、13人ぐらいいたのよ。で、残りじゃあ数えて。2人とかで。残り3人だみたいな。そうそうそう。2人3人とか。で、勝った方から毎回選ばれてたのよ。で、多分それが2、3回続いた時に、うんうん、これサバイバルだって。そうだよ。で、もうなんか何してても勝とうみたいな空気になっちゃった、ね、すごかったね。もうでもあの熱量も大事だとか。あれ良かったっすよ。良かった良かった。まああんま良くない方向出た人もいたけどね、うん、何人かね、うん、バカ削り合うしね。水戸から琉球の、うん、この話もう絶対俺毎回みんなに説明しなきゃいけない流れなの。琉球水戸琉球水戸琉球出すだから俺すごいね、うん、罪な男だね、うん、本当に。そんなさ、こちらにばっか選択肢がある話じゃないじゃない、サッカー選手って。そうか。いろんな選択肢があるわけね。そう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 。俺、本当に、琉球から複数年で入って、で、初めての J2 のチャレンジだったから、僕にとっては。だからもう、絶対やってやるみたいになるじゃないですか。あ、そっか。初の J2 だね、その時。初めてです。ずっと JFL とか J3 でやってたんで、久々には本当出れないシーズンになって、だけど、まあ、自分が選んできたんだし、まあ、1年苦労してても、まあ、翌年もあるから、とにかくチャレンジしたいみたいな、って思ってたんですけど、で、最初 J3 のクラブから多分、2クラブぐらい話し合って。琉球からオファー来る前に、まあ、2チームぐらいあったってこと？はい、J3 のチームあって。すごいね。で、それで、でもそれ、拓郎さん行ってくれて、で、どうだみたいな。いや、僕全然その気ないですって言って。こっちでやりますみたいな、まあそうだなそうだなみたいな、田黒さんもそんな感じで1週間ぐらいした時に、まあ琉球からも話あるけどどうみたいな。で、田黒さんも多分その時にはなんかもうちょっと違うテンションで俺に話してきたんですよ。まあそれは本当に僕のことを考えてくれてんのか、新たに選手を欲しくて俺をこう整理したいのか、それは俺には分かんないですよ。
まあそうだね、拓郎さんのみぞ知る、うん、そうです、それ分かんないですけど、でもまあ状況としてはまあまあ可能性としては低かったじゃないですか、出場する。まあそうだね。で拓郎さんどちらかというとなんかまた半年チャレンジしてもいいんじゃないのみたいなことも少し言ってきて、向こうの監督と電話するみたいな話になって、うんうん、行きたい2クラブのだから琉球ともう一クラブと電話して、うん、でその時ジョンソンさんってあの、うん、琉球の監督で僕やってる監督だったんでその前の年、うん、でも次来週長野戦あるから、うん、っていう話をその時されて、うん、俺 それされた時点でもう向き合っちゃって心の中で、うん、まあ、そういうもんじゃないですか、もう試合離れてたら、ね、いや本当わかんないけどさ、そうです、移籍する時ってパッて決まるよ。そうです。だから急にもうなんかワクワクしちゃって、うん、うわ試合だみたいな、来週試合だみたいな、もう確かに。でもすぐすんなり入れそうって思ったのもあるっしょ。まあもうもともとやってるサッカーでみんな、うん、知ってる選手だったんで、でも恥ずかしさめっちゃあったっすよ。ああまあそれは分かる。だって俺意気揚々と J2 行きますって言って水戸に行ったわけじゃないですか、行ったらお前、6ヶ月で戻ってきてんじゃんみたいな、バカだせみたいな感じじゃないですか、チームメイトからしたら。ああ、うん、まあ、絶対そんなやついないと思う。いや、ひどくないだろ。いや、ちょっといじられてたけど。あ、まあ、だからそういじりはするだろう、ね、そうそう、まあありがたいですけどね。いや、でもそれで、だって7点取ったんでしょ。ああ7点取って、その時琉球は上がれなかったんだっけ。上がれなかったです。だから、多分俺を戻して結構、まあ悪くない順位多分いたと思うんですよ。どこ上がったその時。いやー覚えてないですけど。覚えてないんだよね俺も。長野も5位ぐらいだったから、まあいろいろあった。でもさあ、でそっから水戸で1年やるんだ、とりあえず。やりました、とりあえず。でもその時もそんなにこう、まあ強化としてはまあそういう戻ってきてみたいな流れだったけど、まあ、監督は俺のこと知らなかったからそんなにあれじゃないですかね。あどっちでもいいよっていうか。で最初もう俺帰ったら、まあ、苦しい戦いになるって分かってたけど、うん、練習試合俺サイドバックとかボランチとかやらされて、うん、もうめっちゃきつかったっすよ最初やっぱ。嘘、まあ、そういうもんじゃないですか構想に入ってないっていうのは。いやそう、なんかさ周りの人が思う以上に選手ってそれめっちゃ分かるじゃん、感じる。あ俺入ってねえんだな、うん、これって。そうそうそう、これ動画がいても厳しいな、諦めじゃないけどさ、うん、もう俺の水戸の2年目みたいな、これ動画がいても余地がないなっていう感じるもんね、うんうん、いやでも俺え出たんですよ俺10節か何節か忘れたけど、うん、俺練習試合ほんとバカ点取ってたんで、あようやくチャンス回ってきた試合で俺初スタメンで点取ったんですよ。初スタメン、はあ、だから水戸初スタメンの試合で俺初ゴールしたんですよ。しかも4連敗中とかだったのかな。でそっから1年水戸やって、水戸は満了ではない。満了す、あれ、あこれも J リーグあるあるだけどさ、うん、満了だけど移籍先決まってたら、うん、完全移籍のお知らせになる人が多いじゃん。そう満了す、あ大きい声で言っていいよ、うん、聞こえてるから。満了俺ギリギリまでトラウト出る予定だったんですよ。あこれ結構あれですけど、うん、だからスナ君とトミさんとリョウジ君か、うん、と一緒にトレーニングしてて、うん、ギリギリまでトレーニングしてて、で終わってロッカー帰ったら俺電話来て代理人から、でこれまさかと思って俺出るじゃないですか。でオファーあるから、オファー出たからトラウト出なくていいよって、もう2日前ぐらいかなトラウトの、うん、で俺帰ったんですよロッカーに。みんないないとこ電話したからね。そしてさ、みんな察するじゃん。いやそうだよ。そうで、トミさんが聞いてきたのかな、うん、え決まった決まったみたいな、うん、で俺なんかみんなさ、みんなで仲間みたいな感じだったら俺一抜けじゃん。そうだよ、うん、だからすいません、あの決まりましたって言って、トラウト受けなくなりました、すいませんとか言って、わーいみたいな、だよね、ブーイング来るっしょ。そうでもおめでとうみたいになって。これもあるあるだけど、あの年末の時期の代理人からの電話めっちゃワクワクしてるって。いやそれ、そう、いやあれマジ嬉しかったっすね。そうで、水戸、えで最後の琉球かじゃん。そうっす。で今そっから今に至る。今に至ります。3年今4年目か、
ットのみんなのトライアウト頑張ろうぜを裏切っていった。いや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 、琉球が今でしょ。そう、その時多分俺ケースケと富田さんと出てるもん一緒に。ああ、そのタイミングっすか。多分そう、うんうん、長野アウトになった時かな。そうだ、